こんにちは、はるです。今日はホームなトレカ収納の動画を撮っていきたいと思います。これが地引きした分で、手元に置いていた分です。交換していただいた分がだいたい届いたので、これも開けていきたいと思います。今回も結構交換頑張りました。まずこっちから開けていきます。皆さんめっちゃ丁寧に梱包してくださっててありがたいですね。これがハウちゃんですね。リンリュウ、4枚も交換してくださいました。こんな感じですね。かわいい。基本人魚は2枚集めてて、他のメンバーはコンプできるように集めてます。人魚のセルパと人魚とティナちゃんですね。すごい、めっちゃ綺麗に入れてくださってる。かわいい。これも人魚ですね。人魚の全身。これも、これは共同購入させていただいたプローバーですね。ミンギュとリノちゃんのプローバーのトレカですね。ミンギュとスンガンちゃんとハニちゃんとウジくんとですね、4枚。これがドギョムとハニちゃん。ウジくんとハオちゃんのセルカですね。星くんとミンギュ、ティノちゃんの裏メッセージですね。ゆっくり休めましたか。ティノちゃん敬語でかわいい。クプスとウジくんですね。クプスとウジくん、おはようカラッタちゃん。またまたリンギュのセルカですね。リンギュのセルカが地引きできなかったので、リンギュとモナ。これが星くんです。星くんの下敷きかな。あ、星くんの下敷きトレカ。シワ、まだ全部は届いてないので、届いた分だけ収納していきます。じゃあスリーブに入れていきます。いつも20スリーブなんですけど、1枚目はこのダイソーの R7 に入れてて、2枚目は R11 に入れてます。
入れてるのでスリーブを入れていきます。ひたすらに交換していただいたものも自分のスリーブで入れ替えるので出していきます。交換していただいた分出し終わったので入れていきます。こんな感じでぴったり入りますね。ここからは結構ひたすらに入れていくのと、あとメンバーも結構バラバラなんでメンバー別に分けていこうと思います。結構交換の時期は睡眠時間がめちゃくちゃ少なくなっちゃいます。交換探したりとか梱包したりとか結構大変ですよね。こういう風に直すのもめちゃくちゃいつも後回しになっちゃうんですけど、ちょっとフォームはしっかり早めに収納しようかなと思ってます。まだ会場限定のセブンティースヘブンとオールウェイズユアーズは届いてないので、それが届いたらその2つも収納動画撮れたら撮ろうかなと思ってて、セブンティースヘブンはサンクスキャンペーンとスペシャルサンクスキャンペーンで2回頼んでるので結構まだ来るんですよね。会場限定も一応全パターンでティニバとウィバースで買ってるので結構まだ枚数が来るので収納はなんでまだできてない状態でいっぱいちょっと放置しちゃってます。結構今回のフォームの交換をヌーくんが結構決まりづらかったりとか、めっちゃみんなオヌくんすごい求めてるイメージありました。めっちゃ美術いいですからね。スンガンちゃんもこのフォームの時のビジュアルがめちゃくちゃ可愛いんですよね。ディノちゃんもまだこの時の髪の毛が茶色い時のビジュアルですよね。可愛いスンガンちゃんのセルカ。ミンゲのセルカが味引きできなくてちょっと焦ったんですけど、無事交換できてよかったです。
ちゃんの衣装めっちゃ可愛くないですか、シマシマ。ドドームも結構これファイティーヘアージの時の髪型ですよね。この時の色めっちゃ好きなんですよね。結構イルコンのトレカ分厚いんで500枚ぐらいあるとすごいかさばりますね。ホームの開封動画もちょっと声なしになっちゃったんですけど、撮ってるのでよかったら見てみてください。手話もめっちゃ可愛かったですよね。で今回私めちゃくちゃドギョム引いたんですよね。いっぱいドギョムが来てくれました。トリカめちゃくちゃ可愛いですよね。あれめっちゃ全員分可愛かったから買えばよかったかなとも思ったんですけど、このスンナちゃんもめちゃ可愛い。基本ホームのグッズってめっちゃ可愛いんですよね。いつもビジュアルが良くて、リナちゃん。可愛いセルカめっちゃ可愛いですよね。これ可愛すぎます。じゃあこれを今から20スリーブで20目入れていきたいと思います。こんな感じで、こう結構こう1枚目が分厚くて2枚目は薄いんですけど、分厚くすると厚くなっちゃうので、こんな感じでスルッと入るので、これを今からやっていきます。こんな感じで全部20スリーブで入れれたので、あとはまた番号順に全部並べたので、これをファイリングしていきます。使ってるのはこのエパック社のキューポケットシート使ってます。今ちょっと手元にファイルがないので、このリフィルに入れる作業だけしていきます。基本番号があればいつも番号順に入れていってるので入っていきます。二重スリーブにすると空気が入りやすいので、こうギューって押さえて入れてます。ずれやすくなっちゃうので指で押さえて入れてます。まずこれは下敷きトリカですね。
ございます。これがメッセージトレカですね。これはまだ育ってない分があるので、育ってないところは分けて入れていきます。白背景じゃない全身のトレカですね。このカラットシリアルめっちゃ可愛い。この星くんもめちゃくちゃ可愛いですよね。シリーズめっちゃ可愛い。道具もめっちゃ字が細いですよね。人魚はカクカクしてる。かおちゃん可愛い字。ほしくん、ジュンピ、ジュンピめっちゃ上手ですね。可愛い、みんな上手に書いてくれてます。全身ですね。りなちゃんのクローバーをこっちに入れておきます。リンギは
人間だけのファイルに入れる分があるので別で入れていきます。こんな感じで